3弦もダメになってたわよね。ああお疲れ様です。こんなところで何をして、もしかして楽器を演奏するんですか？だって楽器を弾かない人が楽器ショップには入らないと思いまして。弾かないんですか？だったらどうして楽器に興味がある？だからショップに見に来た、あ、いえ、すみません。私にはような気持ちがわからなくて、私にとって楽器とは音楽を奏でるための道具、自分の技術を向上させるための道具としてしか見たことがなかったので、別に言葉を否定してるわけではないんです。むしろそういう考え方もあるんだって新鮮で、楽器に興味があるからショップに来た、その気持ちいつか私に分かる時が来るのかしら。いえ、何でもないです。ただの独り言です。それではそろそろスタジオの予約の時間なので私は行きます。今日は貴重な意見を聞かせてくれてありがとうございました。